gpl-violations.org は2004年にハラルトベェルテにより組織され、引き入られているヒエリプロジェクトである。当団体は GNU ゼネラルパブリックライセンスの条項に従って配布されるソフトウェアがライセンスに違反した利用をされていないかチェックを行っている。当プロジェクトの目標は、そのウェブサイトによると、となっている。2008年5月。 gpl-violations.org とフリーソフトウェアファンデーションヨーロッパのフリーダムタスクフォースは共同で声明を発表し、以前から存在した両者の協力関係をより、進化させることを明らかにした。フスフ FTF は、GPL の啓蒙、啓発活動に注力し、gpl-violations.org は、 GPL 違反の告発に集中することとなる。GPL-violetions.org は2004年にハラルトベルテにより創設されたプロジェクトである。ベルテは Linux カーネル開発者であり、2003年後期から彼の開発したネットフィルター、IP テブルズコードに関する GPL 違反是正を積極的に行っている人物である。 当プロジェクト発足後、ネットフィルター、イプテブルズプロジェクトの他の開発者は、当プロジェクトに法的権利を委ねている。ソフトウェアフリーダムローセンターが、同様の目標を持つアメリカ合衆国の組織であるのに対し、GPL-VIOLATIONS.org は、ベルテの居住地であるドイツを中心に活動を行っている。当プロジェクトの活動により、 GPL の法的根拠に関する司法判断が初めて認められたとされている。プロジェクト創始者のハラルト・ベルテは GPL-VIOLATIONS.org における活動などにより2007年の FSF Award for the Advancement of Free ソフトウェアを受賞している。2005年 GPL-VIOLATIONS.org プロジェクトは フォーティネット社が GPL コードを同社の製品に組み込んだにもかかわらず、ライセンス違反を犯し、アマツさえそれを隠蔽するために暗号化ツールまで利用していたという証拠を暴露した。この違反事例は GPL-VIOLATIONS.org プロジェクトによると Linux カーネルの一部を含む同社の製品フォーティスシステム内で発見されたと主張している。 これに対し、ミュンヘンの裁判所は、必要なライセンス条項を満たすまでは、同社製品の販売を差し止める一時命令を認める、判決を下した。これにより、フォーティネットは GPL に基づきフォーティスの、ソースコード公開に至った2006年9月6日、GPL-VIOLATIONS.org プロジェクトは、ネットフィルター、i プテブルズを含む Linux カーネルの一部に対し、 不適切、かつ著作権の侵害にあたる利用を行っていたとされる D-Link のドイツ法人に対する法廷闘争で勝利を収めた。判決は結果としてドイツ司法界における GPL の正当性とその効力を認める法的な判例として記録されることとなった。ありがとうございます。